皆さんこんにちは、プロダクトナビゲーターの安藤光です。本日はトートバッグをお探しの方に対してマザーハウスがおすすめするトートバッグを3つご紹介させていただきます。男性女性問わずトートバッグを使用される方がかなり増えてきました。なんといってもトートバッグの魅力は仕事用でも普段用でも両方で使えるところが魅力の一つになっております。マザーハウスもトートバッグを複数展開しておりますが、その中でも本日はアンティークシリーズからトートバッグを3つご紹介させていただきます。それでは早速移っていきましょう。1つ目のトートバッグはこちら、アンティークボックストートになります。こちらのトートバッグですね、大容量なんですけれどもコンパクトに持ちたいという方におすすめのトートバッグになっております。実際に見ていただけるとですね、こちら分かりますかね、結構マチがあるんですよね。なので A4 のファイルとかだけじゃなくて、水筒とかあとお弁当箱でポーチとかも収納していただける大容量のサイズになっております。でですね、こちら今2つの代表的なカラーでご説明させていただきましたが、他にもカラー複数ございますので、ぜひウェブページをご覧になってください。2つ目にご紹介するのはアンティークキャリアトートになります。こちらのトートバッグ、とにかく大容量を持ちたいという方におすすめのトートバッグになっております。今ですね、ご説明させていただいたボックストートとかなり見た目似てるんですけれども、横ですね、待ち幅見るとかなり、トート先ほどのボックストートよりも大きくなっております。であとは縦の長さも大きいですし、横幅、最大の横幅もボックストートよりも大きくなっております。で実はですね、このトートバッグ、社会人 MBA に通われる方と一緒に作ったトートバッグになります。なので荷物を大容量に持つけれども、余裕を持って持ちたいという方のために作られたトートバッグになっておりますので、なんか本当に大容量に入るトートバッグとなっております。実際に中見てみますと、先ほどのボックストートと同じようにノート PC が余裕で入るポケットございます。で反対側はですね、そこまで小分けされていないポケット、小さいポケットがいくつかございます。でですね、先ほどのボックストートとの違いなんですけども、ハンドルの長さが長くなってます。なのでこう背負った時に結構余裕を持って背負っていただけるのが、このアンティークキャリアトートのポイントにもなっております。とにかく大容量を持ちたいという方におすすめのトートバッグはこちらです。ここまでご覧になられた方々、アンティークキャリアトートとボックストート、具体的に何が違うのかっていうのを気になった方大勢いらっしゃると思うので、実際に横並べにして比較してみましょう。横に並べるとハンドルの長さが違うのも分かりますかね。やはりキャリアトートの方が少しハンドルが長くなっております。なのでこの肩にかけた時にかなり余裕を持ってかけられるのがこのキャリアトートになってます。で形も特徴的なので、ここに手をフィットすることもできます。で形に触れたんですけれども、キャリアトートの形ですね、逆三角形の形になっております。なのでこういう横にした時もですね、ちょっとシャープになっているので、大容量なんですけれどもスタイリッシュに見える、コンパクトに見えるっていうのがポイントになっております。3つ目に紹介するのがアンティークスリムトートになります。名前にスリムが入ってるんですけれども、しっかりと容量入るトートバッグになっております。でこのトートバッグ、一番に目指したのがこう肩にかけた時にこの収まるサイズ感です。でですね、これ見ていただいても分かるようにスリムに見えるんですけれども、 A4 の大きいファイルとあと水筒も一緒に入るぐらいの容量になっております。で実際ですね、中見ていただきますと、パソコン入ってくれる、ポケットございます。で反対側には小さいポケットもございます。なので機能性としても申し分のないトートバッグになっております。でですね、今ご覧になってお分かりになる方もいらっしゃると思うんですけども、もう一つ ポイント特徴になりますのが、このハンドルを閉じることができるんですね。なので実際に椅子に座っていたりする時とかに中を取り出しやすかったり、あとご自宅で保管していただく時とかに便利だったりします。なのでそんなに容量持ち運ばない、 でも通常ぐらいの容量でいいっていう方にはおすすめのトートバッグになっております。
最後にトートバッグを3つ比較してご紹介させていただきます。まず1つ目の軸はハンドルの長さになります。ご覧になっていただいて分かるようにハンドルの長さ、このスリムトートとキャリアトートは同じぐらいになってます。一方でボックストートだけハンドルの長さがちょっと短いです。冒頭ご説明した時にボックストートですね、男性女性比較した時にやや女性の方に人気と申し上げたのは、男性の方でガタイのいい方だとちょっと、ハンドルが短くてパツパツに見えてしまったり窮屈に見えてしまったりすることがございます。で冬とコートとか着た際にはよりきつくなってしまったりするので、ハンドルの長さを余裕を持って背負いたいという方にはこのキャリアトートがおすすめになっております。ポイント2つ目はバッグの容量についてです。ご覧になっていただいて分かるようにキャリアトートが一番大きくてボックストートが中間、そしてスリムトートが一番小さいサイズになっております。でこれ別に、スリムトートが極端に小さいわけではなくてですね、ボックストートキャリアトートが大きいサイズになっております。で具体的に使用されるシーンなんですけれども、ボックストートとキャリアトートは出張とかあと家族旅行でも使われる方いらっしゃいます。なので通常サイズで問題なければスリムトートで、あとそういったシーンにも使いたいという方はボックストートやキャリアトートを選んでいただけると良いと思います。で最後のポイントは補足の説明になるんですけれども、底鋲についてです。で底鋲って何っていう方いらっしゃるかもしれないんですけども、これ底についている鋲にですね、で地面に直置きされないように金具がついておりますが、この底鋲ですね、ボックストートとキャリアトートにはついています。っていうのもこの2つやはり荷物が大きくなってこう肩が疲れることも想定されるので地面に置くこともあると思うんですね。で直置きされないためにこの2つに関しましては底鋲がしっかりとついております。でトートバッグはですね、こちらのスリムトートに関しては底鋲がついてません。実際にホームページだけではなかなか気づかれにくいところだと思うんですけれども、お店でお客様から質問を受けることもございますので最後に補足として説明させていただきました。はい、以上3つご紹介させていただきました。商品のそれぞれの説明に関してはぜひホームページもご覧になっていただければと思います。これからもこのチャンネルでは面白いコンテンツどんどん提供していきたいと思いますので、ぜひこのタイミングでチャンネル登録もよろしくお願いいたします。本日は以上になります。ありがとうございました。